タオリンさんのメッセージはお願いします。はい。どんな感じの内容？コロナのニュース。あ、そうです。コロナですね。はい、皆さん土曜日の11時になりました。ヒートのお昼前の時間です。3月21日土曜日、皆さんお元気ですか？パーソナリティは宜野湾市の司会人をしてます小谷仁志です。今日もね、11時26分までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ということで、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。ここ出てますかね。メールアドレスは797@fmgiroan.com です。またこの番組では FM ギロワンさんの、ね、ホームページや、YouTube でも動画をネット配信してます。動画をご覧の皆さん、こんにちは。ちょっと感動してすみません。さらにね、スマホアプリリスラジでもお聞きいただくことができますので、皆さんよろしくお願いいたします。ね、そして今日もね、山内さんにお手伝いお願いします。山内さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日曇りの天気ですけどね、まあ、まあまあのお天気ということで、ね、ございますけどね。宜野湾市内のね、まあ、小学校の方が3月の19日に卒業式もございまして、はい、まあ、私どもあの市会議員もね、あの来賓としてご案内いただきまして、小学校の卒業式に参加させていただきました。まあ、あの在校生の皆さんはね、やっぱりこのコロナウイルスの影響で、まあ、欠席だったんですけど、まあ、6年生そしてあの保護者の皆さんがね参加されて、あのこれあのとてもあったかい気持ちになったのは、はい、あの校長先生がね、この卒業証書をね、普天間、僕は、ね、普天間第二小学校の方にあの出席させていただいたんですけど、はい、104名の生徒さんが今回ご卒業されたんですけど、はい、まあ、あの他人の先生が、ね、マイクで何々さんって呼ぶじゃないですか、はい、で卒業証書もらうときに、ね、校長先生が、ね、あの何々君卒業おめでとうって、もうみんなに、ね、うん、名前を呼んで、ね、こう手渡しをされるのを見て、ね、はい、やっぱりなんかすごくあったかい気持ちになって、うん、やっぱりそのまあ、頑張れよっていうようなメッセージがね、なんかこもってたような気がしてね、とてもあのいい式典だったなと思います。うん、あ、そういうことで、まあ、この後ね、またリクエストもね、その時に、卒業生の皆さんが歌ってくれた歌をまた今日は1曲目おかけしたいんですけど、はい、まあ、その前にまたメッセージが届いているそうですが、はい、こんにちは、普天間のタワリンです。タワリンさん、こんにちは。今週は市内小中学校の登校も再開、うん、無事小学校の卒業式も終わり、良かったですね。そうですよね、ちょっと今ねお話をしたところでね、はい、良かったですよ。そして相変わらず新型コロナのニュースばかりが続く中での3連休ですが、うん、天気にも恵まれ、久しぶりに北部や沖縄市の子どもの国などは親子連れで賑わっているようです。うん、やはり閉ざされた屋内よりも屋外が人気のようです。あ、そうですね、はい、またファーストフード店でも店内はがら空きで、うん、ドライブスルーに車が行列を作っていました。来月は自分が大好きなライブも見たいので、早く正常な生活に戻ってほしいですと来ております。はい、普天間タオリンさん、どうもメッセージね、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、本当そうですよね、屋外の方とかね、徐々にね、うん、また再開しつつ、なんか美ら海水族館も営業開始してたみたいなニュースがあって、ね、あ、そうですか。あ、すごくいいなと思って、今外の方もね見てますと、ウォーキングされてる方とかね、はい、犬と一緒に散歩されてる方もいまして、うん、もう特に子どもたちもね、この休校中も、まあ、外で遊んでたりする子もいたので、まあ学校がね早く再開できてよかったなということなんですけど、はい、まあ、ただこの再開するにあたっても、もし県内でね新たな感染者が発覚した場合には即日休校という、まあ、
この前提をつけながらやったわけですけど、はい、あの2月20日以来ね、まあ、沖縄県ではこのまだあのそういう方が出ていないというのがまだね、うん、いいなということでありますのでね、まあ、今日本当、まあ、曇り空の天気ですけどね、これからまた特に屋外の方にね出かける方はいいのかなということと、はい、あとドライブスルーね、いいですね、うん、ありがたいですね。そうですよね。まあ、なんだろう、店内で食べるよりはそのドライブスルーってね、はい、前は前というか僕たちのね、あの10代の、まあ、高校か20代のところはエンダーの方のね、あ、はいはいはい、特にヤギバルの方はあれはもうドライブスルーというか向こうで車をつけてね、はい、持ってきて食べるというそういうスタイルもまたもう一回こう入るかもしれませんね。ということでね、天満谷さん本当にどうもありがとうございました。はい、先ほどお話ししました小学校の、はい、まあ、卒業式、まあ、本当にちょっとね朝ねちょっと小雨が降ってまして、うん、で式典が始まるとまた少し土砂降りのね雨で体育館にね雨の音がババーって聞いてね、式典が終わってねこう卒業生や保護者がこう学校から出るときとか花道とかねそういうときはもう晴れてほしいなってみんな願ってたと思うんですけど、なんとこの式典が終わる頃からは雨がポツポツと上がり始めて、はい、ちょうどね雨は上がってたんじゃないですかね。あ、すごい、うん、よかった本当これね、はい、雨がねその時止んでくれてね、まあ、よかったなということでね思いましたのでね。では曲の方をねおかけしたいと思うんですけど、はい、このまあ、普天間第二小学校の、卒業式の会場で、卒業生の皆さんがね歌ってくれた歌で、旅立ちの日にどうぞ。これピアノがうちのスタッフの、うん、ああ、そう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 、ね、ゆきさんの娘さんがやってましたよ、うん、それの動画が、はい、この日お休みしたんですよ、うんうん、ゆきちゃん田辺、うんうん、ゆきちゃんお休みして、夜に動画が送られてきて、うん、今日休ませてありがとうございますみたいな、うん、無事卒業しましたっていうのを、うん、これ見て感動して、うん、あ、もうめちゃくちゃうまかった、ね、この音の強弱とか、うん、テンポとかで、こう弾いてて、僕たち横の方にいるから見えるんですけど、こう弾いてて普通が譜面だけ見るのかなってこうやって解説、そうそう、見てましたよね、解説見てるから、やっぱり後ろで先生が指揮してるさ、で子供たちがいて保護者がいて指揮する先生が一番後ろにいて、うん、こうやってるの何すごいなと思って、ちゃんと見てましたもんね、もう手元じゃなくて先生のこと、うん、指揮にテンポに合わせて、うん、強弱もまたこう高揚するのさ、うん、あ、すごいなと思った。小学校1年生ぐらいに始めてきたのかな、幼稚園か小学校1年生ぐらいの時に、うん、ゆきちゃん入ってきて、うん、こうあったんで、うん、なんかやっぱり感動しました、ね、もう卒業かと思って、うん、前さんのちょうど小山で立証してたことっていうからさ、はいはいはい、本当背が伸びていくのが、ね、大きいですよ ねでも音楽のセンスすごいな、うん、まあ、ゆきちゃんがねもう音楽のセンス抜群ですからね、うん、でも男それ聞きながら先生の指揮者見てるからすごいこの強弱のことすごくあるでさ、うん、じゃあ、もうだから6年どの辺がいいかね、10分まで、うん、そうっすね、うん、あと1分ぐらい、ね、ちょあと2分ぐらいで、あ、まあ、あと1分でじゃあ、これでしょ、フェーダーとして、はい、
ま CM 行きます？そのまま CM 行きますか？うん、あ、10分ぐらいだから、はい、ね、ちょっと早く。さっさと行きます。はい、ということでヒートのお昼前後半もね続けたいと思ってます、はい。まあ、先ほどねあの小学校の卒業式のお話をしまして、はい、あのね山下さんちょっと話したんですけど、あのその卒業生が歌ってくれたこの旅立ちの日のね、はい、ピアノ伴奏がね、うん、とってもね良かったという話もね、はい、あのしてました。本当ね、いい伴奏でいい皆さんの合唱だったと思います。そうですね、うん、本当あの、卒業された皆さんご卒業おめでとうございます、はい。そしてまたね4月からは、中学校に行ってもね頑張ってください。あ、そうそう、あのちょうどねあの卒業式の前の日かその当日のちょっとあの交通安全立証をしてたらね、はい、いつもこう通ってくる子がいて、卒業おめでとうって言ったら、あの中学校に行ってねなんか制服をつけるのが楽しみだとか、はい、うん、部活もこういう部活をね、頑張りたいっていうようなことをね、はい、言ってくれたんでねすごく良かったなと思ってね、また4月からはね中学1年生としてね皆さん本当にね活躍をね期待してますので頑張ってください。はい、そしてまああの今あの新型コロナウイルスのねお話の方もしてるんですけど、はい、まあ、学校関係の方がね、まあ3月16日から、宜野湾市立の学校は再開してますということを言いましたけど、うんうん、まあの宜野湾市のホームページにその詳細もいろいろ載ってますけど、在校生のねあの修了式の方は、予定通り、小中学校3月24日火曜日にね行いますということもありました。でまたあの、小学校のスポーツ少年団の活動とかあるいは中学校の部活動については、はい、まあ、3月25日以降の活動再開ということになってますので、まあ、の学校の方は16日から始まっておりましたけどちょっと部活の方は今しばらくお休みをしているという形になっております。うん、そしてあのもう一つちょっとあの気になるのはやっぱりあの老人センター、はいはいはい、宜野湾市の方にはあの、赤道老人福祉センターと、まあ、伊佐にあります、入原老人福祉センター2カ所の、ね、老人センターがあるんですけど、はい、そちらの方も閉館、2月21日から実はあの閉まってまして、はいはいはい、うん、あのお年寄りの方もね、ちょっと今行くところがなくてということはしかもしれませんけどやっぱりあの高齢者の方が、まあ、万が一感染しちゃうと、はい、まあ、重症化につながる恐れがあるということで今の休館をしているんですけど、はい、 こちらもあの市のホームページをちょっとチェックしましたら、はい、あのまあ、当初は、ね、3月15日までの閉館予定だったらしいんですけど、はい、まあ、先ほど言いましたように24日まで、ちょっと延長しておりますが、はい、ただ今後の状況に関しては、ね、3月23日の月曜日に、はい、市のホームページについて例えば延長この24日からさらに延長するのか、はい、それともにその予定通り、あ、そうかそうか、25日からだね、24日まであの休館だからね、これをその予定通りの24日までなのか、それとも伸ばすのかっていうのは、はい、3月23日の宜野湾市の
ホームページにてご案内するということではありますが、はい、なかなかね、まあ、お年を召した方というか高齢者の方でね、こうスマホを見ながらホームページチェックというのは今ちょっとまあやっている方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、まあ、そういう皆さんそうじゃないと思うので、また例えば、自治会に、ね、お知らせするとか、はい、あるいは防災無線でもね、もしできたらそういった情報をね、市の方からお知らせしてもらうと助かるななんて思ってますけどね。そうですよね。どうしてもこのホームページだけに頼っちゃうとね、伝達がなかなか行き届かないこともございます。またお問い合わせ先としましては、宜野湾市赤道老人福祉センターが電話番号 893-6400 893-6400、そして伊佐にあります、宜野湾市入丸老人福祉センターが 890-7131 890-7131 番となっておりますので、はい、まあ、直接ね、電話の方でお問い合わせしていただくのもまた方法かなということでありますので、私の方もまた情報の確認できましたら、まあ、いろいろ Facebook とかでもねご案内したいなと思ってますので、はい、またいろんな情報を、ね、こうやって拡散していただくと助かるなと思います。やっぱりね、どうしても自粛でなかなか外出できなくてストレス溜まっている方々、うん、まあ、高齢のね、うん、ご高齢の方々も多いでしょうから、ね、どうにかねそういう集まる場とかっていうのが再開してくれたらありがたいですけど ね、うん、いいですよね。まあ、この時期はまだクーラー使わないからね、はい、やっぱり換気窓を開けて、室内でもねやってもらうとね、はい、いいですよね、うん、だから、ね、逆にね沖縄はねクーラーを使い始める時期の方がね、はいはいはい、僕はちょっと心配ではあるなって感じはするんですよ。なるほど、うん、やっぱり県外と沖縄の違いの中では、はい、やっぱり内地の方は寒いからもうね窓も完全に閉めて、こう密閉の方が高いんだけど、沖縄の方はまあ窓開けたりとかしているのも、まあ換気もいいのかなっていうこともありますのでね。あ、シュープリンスさんからね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。ヒートさん、山地さん、こんにちは。こんにちは。シュープリンさんね、いつもお便りもね、ありがとうございます。東京の方はね、どうなんでしょうかね。この、コロナウイルスのね、やっぱりいろんな自粛があってね。東京大変でしょうね。大変でしょうね、やっぱりね。交通の公共交通機関の方もね、電車の方とか今どうなってるのかな。もしね、なんかシュープリームさん、そういった情報がありましたら、また番組の中でもね、お知らせいただくとありがたいなと思います。はい。で、沖縄県のね、保健医療部、地域保健課というところがありまして、はい、県内の状況がですね、これは3月19日、木曜日の14時現在の情報なんですが、このコロナウイルスに対しての検査、うん、検査をされた方がですね、はい、これ累計なんですけど、238名の方が検査をされてまして、で、まあ、陽性の方はまあ3名、まあ、2月の20日以降はまあ出てませんし、で陰性の方が235名で、まあ、陽性の方もね、もう皆さん、入院の勧告が解除されております。2例目の方も3月16日で入院勧告解除ということが、市のホームページでも、県のホームページでも出てました、はい、ですから検査もちゃんとねこうやってやられてるということもねあるのでね、シュープリームさん、メッセージありがとうございます、はい、以前コメントしたように、コロナが大流行の、そうそう、北海道に行かれるって言ってましたもんね。言ってましたね。北海道に行ってきましたが、うん、どうだったんですかね。空港もスキー場も、ホテルもガラガラでした。あのような光景を見るとこの先経済が不安です、ね、そうですよね。この番組の中でもね、シュープリームさん今から北海道行ってきますということであったんで、行かれて中で、まあ、空港もスキー場もガラガラだったということですよね。そしてまたシュープリームさんからね、東京の方のこの情報ですけど、まあ、東京は電車移動を余儀なくされていますから、まあ、コロナと言っていられません。まあ、そうですよね。しかもマスクはないですしているので、いやそうですよ、ね、本当ね、これはね心配ですよね、はい、マスクがないっていうのがね、うん、なんか今布で作ったマスクとかね、いろいろなところでやってるそうですので、うん、で本当マスクがないっていうのがね本当心配ですよね、はい、
あの予防にはもうマスクとあと手洗い、うん、で手洗いのなんか動画もなんかすごく今みんなで工夫してるっていうことも聞きましたんで、うん、確かに石鹸で洗うんだけど、あ、ここまで今まで洗ったことないなっていうのを、ね、はいはいはい、あの動画見てね、うん、あのちょっと発見したんで、やっぱりしっかりね手洗い、そしてまあうがいもねやっていかないといけないのかなって思ってますけどね。はい、あの本当この新型コロナウイルスの情報なんかは、まあ、あのよく何名の方が陽性になりましたっていうのが出ているんですけど、これはの厚労省の発表の中でも、ですね、実はあの、まあ、確かにあの陽性の方出ましたっていうのはあるんですけど、退院されたっていうこともね、はい、情報として出てましたので、うん、そこもねやっぱりあの、退院された方や、あるいはその症状が良くなった方という形でね、はい、載ってますのでね、そこもあの皆さんやっぱりあの、まあ、報道もしっかりやっていただくとね、そうですよね、いいのかなと、いうことでありますね。はい、まあ、早くねあのこの、まあ、薬がこれにもよく効く薬とかね、はい、いろいろまあ今やあの開発されてね、あのこのコロナがね抑えられることがね一番本当願ってますしね、まあ、あの本当にこの先の経済が不安ですということで、あのシュプリームさんからのメッセージもありましたが、本当ね、これも本当経済のねいろんな特にホテルとかね、はい、観光業の施設なんかが大変ということをね聞いてますので、ですね、うん、あのまあ、政府の方もいろんな経済政策今実際にやってる点とか、うん、あるいはその国民一人一律2万円とかいう話もね、はいはいはい、あったりしてたんですけど、まあ、あのとにかく早くねできるものから、段階的にやってもいいんじゃないかな、ね、そうですよね、ちょっと中小をですね、うん、そこう実質的に支えるっていう、うん、下支えしてくれるなんか、うん、措置があると嬉しいですけど ね、 ね、中小企業は多分大変なんで、ね、今一番本当大変だと思いますからね、はい、そこも 早めにあの段階的でもいいと思うんですよ、はい、いっぺんに何かやると大変だったら、うん、段階的にこう第、まあ、1,2,3 とかいう感じでね、はい、でまあ、やっぱりあのオリンピックもね本当開催がどうなるか皆さん心配だと思いますけどね、はい、ここでもう一曲ねちょっとおかけしたいと思いますけど、はい、まあのまあ、いろんな暗いニュースが続いている中でやっぱり4月はねいろんな旅立ちでもありますので、うん、そしてまた今ちょうど東京の方は皇居とかね桜の花が満開の時期じゃないのかなと思ってますので、はい、そういう意味でね、森山直太朗さんの、ね、桜をどうぞ。ワクチンができたら、うん、ここまで騒がれないと思うんですけど、うん、コロナウイルス自体は前からあったんだよね、うん、これもそれまた変異した新型になった、ああ、それで新型だ、本当だよね、コロナで亡くなった人が全世界一番として騒がれていますが、黄色の時代に世界では飢餓が主な原因で1日4から5万人年間で1500万人以上の方が亡くなっていて、そのうち7割が子供たちという人生です。本当そうだよね。そうねって考えると矛盾ですよね、なんか。だからそこにはあまり光が当たらないからね、はい、うん、気がなくなっている。確かにユニセフがこういうキャンペーンいろいろやってくれてるけど、うん、この機会いろいろなのを見直す人があるからね、うん、また今さ中国大臣ばっかりのその仕組みを国内にやっぱり生産の拠点をね、そうですよね、生産だよね、うんうん、じゃあ2分前に戻ってきますか、うん、じゃあかけながら BGM にしますさ、はい、今ねあの森山直太さんの桜を聞いてもらってるんですけど、あのシュープリームさんねメッセージいつもありがとうございます、はい、今届いてますので、コロナで、亡くなった人が全世界で1万人に達したと騒がれていますが、飽食の時代に、うん、世界では飢餓が主な原因で1日、
4万人から5万人年間で1500万人以上の方が亡くなっていて、そのうち7割が子どもたちという事実がということでね、メッセージいただいてます。本当そうですよね。今そういうふうに大きく報道されてますが、実際は、まあ、その前からね、この飽食の時代でね、食べ物がいろいろあるというか、あと食品ロスとかある中で、年間で1500万人の方がこの、まあ、要するに飢餓で食べれなくて亡くなっている、そのうち7割が子どもたちという、この事実にもね、我々はもっとね、目を向けていけなければいけないんじゃないかというふうなね、シュープリームさんからのメッセージでございました。はい、本当そうだなと思います。本当にね、いろいろ今回の件でね、考えること、改善するべき点っていうのがね、出てきてるんじゃないかなということでね、はい、特に生産の拠点をね、もう僕もね、中国からね、国内でね、やっぱりその生産拠点っていうのは確保するということがどれだけ大事かというのもね、あと内需拡大だとかね、まあ観光もね、外国の観光客も確かに大事ですけど、やっぱり国内のね、そういったのもしっかりと定着させていく、まあインバウンドもね、頑張っていくのも必要かなということも思う、いろんなことをね、考えさせる期間でますし、また迅速な行動も必要かと思っています。はい、ということでね、ヒートの昼前、普天間タマリンさん、そしてシュープリームさん、メッセージありがとうございました。バイバーイ。